最初にはっきり言っておく。これは日誌で日記じゃない。明日は中学校の初日だけど、僕は一人じゃない。親友のローリーも同じ学年にいる。次のことを忘れんな。初日に座る席には気をつけろ。2階のトイレは使うな。最後にチーズ演歌所だけにはなるな。なったら死んだも同然だ。うん、ありがとうロドリック、最高の励ましね。テーブルには座れないよ。勉強はママに教えてもらうよ。ねえグレッグ、うちに来て遊べ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 。あ、後で絶対トラウマになる。今は中学生なんだ。そろそろ年相応に振る舞うべきだ。うわ、グリグリ見れっばけな。秘密のサバキャス、あの夜以来トラウマになってる。見ろよこの二人、夜遅くにこんな場所に。まー見て、チーズが、チーズがちょっとなくなってる。気持ち最悪。逃げろ。こりゃまんま大変。いつかリッチな有名人になるけど、今は散々な中学校でアホどもに囲まれてる。僕についてくれば間違いないって。おう、すまん、てっきりティーンエイジャーかと。大丈夫か？だよな。